違うんですよ、違うんですよ、そうですね。だから、自分の顔を見て、ね、今日の点数とか決めるとか、ね、ね、そういうレベルで僕違うんですよ。ね。そのレベルをもう超えちゃってるんですよね。で、超えちゃってるってことは、それで、ね、顔採点とかもうしなくていいわけですよ。ね。で、顔採点することによって、自分のモチベーション変わってしまう？それなら顔採点しなくていいと思ってるんですよ。でもちょっと一つ言いたいことがあって、85。出ますか？ Why didn't you have her over? え？ Why didn't you have her over? ですね。待って。聞き取りましたか？さて、なんと言ったのでしょうか？ I don't know. Why don't you have her over? 彼女を家に招待すればという意味のフレーズなんですね。Why don't you have her over? と言います。Why don't you have her over? まずは、Why don't you だということが結構知られてますね。Oh. Don't の T と U の Y が同化して、CH の音になるんですね。Why don't you? ありますね。これは日本でも結構知られてます。ちゅ。そして、日本でこの音が…はい、今日はね、今から家族と一緒に、ね、あのパン屋さん行って、朝ごはん買ってこようと思います。やったー！俺いつもなんだっけ、塩パン。いや、これ一番好き。ジェノバね、ジェノバ200円。安くね？クラスさんも2個いっちゃおう、うん、はい、よいしょ、いいんじゃね。いただきます。ネギ塩チキンバーガー食べていこうと思います。え、うまっ。はい、今から母と一緒に弟の試合を見に行こうと思います。30分ぐらいかかるんで、僕ね、スマホいじったりすると車酔いしちゃうんで、スマホいじんないようにして寝るかぼーっとするか30分間過ごしていこうと思います。俺この間さ、女の子とデート行って服屋さん行ったんだよね。服屋さん行って服選んで、どっちの服が似合うって聞かれて、俺片方選んだんだけど、選んだら選んだで女の子ちょっと不機嫌になっちゃったんだよね。これちょっと分かんないよね。分かんねえな。分かんないけど、どっちが似合うって言ってる時点でもうどっちも似合うって自分では思ってんだよな。けどお前がそこで片方選ぶことによって片方は似合わねえって言ってるようなもんなんだよ。そういう場面ではどっちも似合うって言ってあげることが正解だったんじゃないのか。分かんねえけど。分かってんじゃん。で、あともう一個あって、女の子デートしてて次どこ行くって聞かれて、俺どこでもいいよって答えたんだよね。そしたら女の子いきなり不機嫌になっちゃったんだよね。これ分かんないね。分かんねえな。分かんねえけど、どこでもいいよって答えるのは答えじゃねえんだよな。どこ行くって聞かれたら、ここ行こう、あそこ行こうってエスコートしてあげることが本当の優しさなんじゃねえのか。分かんねえけど。分かってんじゃん。生きた。あーし、頑張れ頑張れ頑張れ、いけいけいけ、頑張れ頑張れ。あー、惜しい惜しい、もうちょっともうちょっとだったのに、惜しい惜しい惜しい、あーもうちょっと、キャー、わー惜しい、あーそこもうちょっと頑張って頑張って。さあ、ここは守備を頑張る。さあ、プレスどういくか。さあ、サイドハーフ出るか。おっと、ここはボランチがターンして、おっと取った、カウンター、カウンター、おっと逆にカウンター、キーパーキャッチ、中盤、おっと試合終了。実況は角間啓太がお送りしました。
はい、今ね、試合終わって車の中いるんですけど、今日の試合はですね、僕が見たシーンだと1対3で負けっていう結果だったんですけど、弟のプレーはですねすごい成長してて、去年フォワードやってたんですけど、今年からセンターバックやってるっぽくて、ビルドアップの時にしっかり顔上げてて、顔上げてるから運べるし、ロングキックとかも蹴れてて、まだロングキックのボールが正確じゃないところあるんですけど、まあそこは練習したら治るところだと思うので、弟に期待してますなんかめっちゃお兄ちゃんっぽい。まあ今から家帰っていこうと。あい、チョリス。今回なんだけど、サムネに書いた通り、ちょっとピスタチオ食べて。個人的にピスタチオは、結構好きで、なんていうんだろう、こう、まあとりあえずピスタチオ見せるわ。結構好きで、で好きな食べ物何って言われたら、結構ピスタチオってことだ。これコストコで買ったんだけど、これ1.3キロ入ってるっぽいね。じゃあこれちょっといただきます。こう食べ方結構難しくて、こんな感じになってんだけど、見える。はい、こんな感じになってんだけど、これをね、この割れ目を歯に引っ掛けて、で取り出すわけよ。でこれを食べると、はい、遠藤です。ピスタチオが今日本で大人気で、それが今話題になってますね。これについて思ったのが、ピスタは悪くないっすね。これなんでかというと、何回食べても美味しいからっすね。これ結構ね、何回食べても美味しい食べ物っていうのは、この世界でそんなないと思うんだよね。毎日毎日カレー食べててもやっぱ飽きるじゃん。でもピスタチオって何回食べても美味しいんだよね。これはもう分からない。もう俺の想像超えてきたからもうって考えると、今ピスタチオが大人気っていうのは悪くないっていうことになるんじゃないですかね。いやピスタチオ美味しいっすよ。外もちもちの、中サクサク、エビもプリプリで美味しい。ピリ辛ソース。
ってました。